皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回は中宇のウキウキセットにて付属されているグッズがコーペンちゃんのマスキングテープ第1弾から第2弾に変わったみたいなんですよね。なのでどんな商品なのか見ていきたいと思います。第1弾のマスキングテープが登場した時の動画は過去に投稿してあるので、ぜひこちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。じゃあね、今回登場する第2弾のマスキングテープの内容はこちら。第1弾の時と同様に全5種類になっていまして、中宇のどんぶり柄、カラフルライン柄、中宇の制服柄、クレヨンタッチコーペンちゃん、お助けコーペンちゃんというふうにね、5つにジャンル分けされて登場しています。どの柄もコーペンちゃんの可愛さがね、全面に現れていますが、個人的にはね、中宇の制服柄がいいかなと思っています。すごく懐かしさを感じるイラストが多いので、個人的にね、狙いたい柄かなって思ったりしています。でね、いつから第2弾に切り替わるのかっていうお話ですが、店舗によって違うので明確な切り替えのタイミングは存在しないっていうのが正しいかなと思います。今回の情報はフォロワーさんから教えてもらって第2弾の存在に僕も気づいたんですが、その後に僕自身少し調べてみたところ、第2弾の情報はほとんど出てこなかったので、本当にね、つい最近切り替わったばかりなのかなと感じています。ウキウキセット自体は在庫がなくなり次第第2弾に切り替わる方式だと思うので、現時点だと店舗によってはね、まだ第2弾に切り替わっていない場所もめちゃくちゃ多いんじゃないかなって感じますね。現時点だとまだ第1弾を取り扱っている店舗の方が多いかなと思います。でね、第1弾のマスキングテープの流れから見て、当分はマスキングテープの流れに固定されそうですよね。おそらく第5弾くらいまでは、マスキングテープの流れが続いた後、また違うおもちゃに変更されたりするのかなと予想します。でもやっぱりマスキングテープが付属するっていうのはすごく嬉しいことですよね。マスキングテープって普通に買うと1つ600円ぐらいはしちゃうと思うので、おいしい中宇さんのご飯を食べながらおまけでマスキングテープまでもらえてしまうっていうね、お得感満載なのがウキウキセットのいいところだよね。ぜひ今後ともずっと続いてほしいなと僕は思っています。まあこんな感じですかね。今回は中宇さんのウキウキセットのおもちゃがマスキングテープ第2弾に切り替わり始めたよっていうお知らせでした。僕もね、近いうち中宇行ってみたいと思います。 あとね、実は僕はまだね、第1弾のマスキングテープすらお迎えできてないんだよね、実は。以前マスキングテープ第1弾の動画を出した後にも2回くらいかな、中宇さん行ったんだけども、そのどちらもね、まだマスキングテープ自体に切り替わってなかったんですよね。なのでもう少し長い期間を空けないとダメだなと思っていて、そのまま今に至るって感じだね。なので、まあ近いうち本当に中宇さん行こうかなと思っています。今行けば少なくともね、第2弾はまだ切り替わってなくとも第1弾は確実にもらえると思うので、中宇行こう。はい、まあこんな感じで、じゃあ動画終わりたいと思います。皆さんもお近くの中宇さん行ってみてください。マスキングテープお迎えしてみてください。じゃあまたね、他の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。